はい、こんにちは、タルエとつげきと申します。今日はカンコレ、E6 の第1ゲージをやっていきたいと思います。まずは装備から見ていきますか。連合艦隊の水上打撃ですね、で組んでます。はい、霧島にシュシュ艇3式、同じく比叡にもシュシュ艇3式ですね。道潮朝潮は、対陸上装備ガン積みです。ダイハツと、内科艇ミハリンですね。キヌもちょっとうちの装備が貧弱なんであれですけど、特ダイハツとミハリンを積んでます。で、高速縛りなので、水蒸気母艦、まあ、日清がいれば日清使いたいとこなんですけど、持ってないので、千代田で、代用しています。閉作戦はこれでも一応拮抗が取れますね。強風に錦水戦の熟練2つを乗せてます。はい、第2艦隊機関に村雨、一応対空カットインが出ればいいなという感じで、シュシュ、あとダイハツですね。衣笠さんに、シュシュ、野艇に3式積んでます。夕立は、シュシュワグですね。この辺は割 と、手持ちの装備がどう持ってるかによってくると思います。僕はあまり何も持ってないのでこんな感じになってます。ながらもシュシュワグですね。ワグっていうか米芸って呼んだ方がいいのかな。シュシュ米芸ですね。ジャービスはシュシュソナーです。ジャービスのみ、うちの艦隊では、対戦先制できるようになってます。高尾さんにシュシュ艇3式となってます。その何度もつつかれるのは何でしょう。新たなコマンドなんでしょうか。はい、それではやっていきましょう。作戦計画概要をご説明します。ボスマスに3部隊すべて突っ込むので、戦闘行動半径が6になるような感じで、3部隊とも組んでます。陸戦1つに陸攻3つというのを3つともやってます。厳しかったら道中とかにもなるんでしょうけど、閉塞戦やってる感じだとそこまで厳しくもなかったです。第6作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。基地航空隊との共同作戦が可能です。はい、閉塞戦でやってます。徹底海峡の首都ソロモン諸島基地、我が艦隊は鶴母及びコロンバンガラ島方面の制海権を確保、各島嶼部の防衛力強化に成功しました。しかし同方面を空から脅かすソロモン海の敵の要衝リコリスちゃんですね、リコリス航空基地が再び活発に活動を開始、また敵の有力な水上艦隊も同方面に配備された模様です。敵飛行場を叩き敵戦力を一掃せよ、連合艦隊出撃となってます。有力な水上艦隊を持ってソロモン海奥深くへ侵入、同方面を脅かす敵リコリス航空基地を叩け、また、接近する敵接近する増援艦隊や同方面に進出が確認され報告されている敵新型戦艦にも十分注意せよ。はい、連合艦隊の、海域になってます。基地航空隊3部隊までですね、ここは戦闘に使えます。航空優勢も大切ですよとなってます。はい、ソロモン諸島沖徹底海峡の首都、ソロモン諸島周辺に敵の新型戦艦が投入された。同海域の制海権を確保するため水上打撃部隊を投入する罰秒やっていきましょう。出撃よ。さてどう出てくるかしら。第1ゲージはこの X マスに3部隊とも突っ込みましょう。まずは能動分岐で下に行きます。はい、潜水艦隊なので対戦で行きましょう。
撃戦開始するわよ。へーですけど、ここで一回撤退がありましたね。対戦先生がうちどうしても弱いので、ああ良かったですね。ここでもらってはいさよならというのがありますね。突撃する。抜けてみせるわ。ふん。ほらほら、どっからでもかかっておいで。抜けてみせるわ。ふん。いいですね。E6 は第一ゲージを破壊した後にかなり多数のギミックをいろいろやって。ルートを出して短縮させて、走行破砕させてみたいな感じで山盛りギミックをクリアしていくことになります。結構長丁場ですね。第1ゲージは6回だったかな、6回で破壊かな、確かそんな感じですね。はい、クーシュマスなのでリンケージンですね。潮の艦載機、敵艦発見です。うん、まあこんな感じですね。一回無傷もありましたし、ここで大破もらって撤退も一回だけありましたね。艦隊の頭脳と言われるように頑張りますね。艦隊が勝利できてよかったです。白露型駆逐。基地空襲はしょうがないので頑張って耐えましょう。これより徹底海峡に突入する、我に続けと。で、通常戦闘になります。さあ攻撃戦開始するわよ。閉鎖戦だとこのマスの事故はなかったですね。来撃もらいそうな感じですね。ああ、よかった。やるじゃん、姫さん。いいですね。次がボスマス、野戦マスになってます。多分コーツの難易度だとかなりきついんじゃないかなと思ってます。兵は見た目厳しいんですが、一応道中撤退今までなかったですね。従順がカットインしてくるんですよね。よし、ナイス。ながらの足についてこれる？ちゃんとバカめ見てたと言って差し上げますわ。
隊の頭脳と言われるように頑張りますね。勝利勝利大勝利、最高の悲鳴よね。はい、それではボス末になります。基地航空隊がどれだけ働くかにもよりますが、ほぼ野戦行かずに、倒せてましたね、削りの時は。はい、ではリコリスちゃんになります。配置装備をがっつり積んでると、集積機はあんまり怖くないですね。 PT は相変わらず避けます。一応敵に補給艦がいるので、ここで補給狩りもできるかもしれませんね。PT が残るんですよね。はい、拮抗ですね。やめろよ、私の戦況分析が手法、テレション、発敵したら攻撃よね。やめろやめろやめろ、沈まない。おじさん、こっちだ。これで落ちますね。 ET がやっぱりいいですね。この海域から出ていけ。ナイス。はい、それでは野戦で撃破していきましょう。ナイス。私の活躍見ていてくれました？そう、なら頑張った甲斐がありました。艦隊が勝利できてよかったです。白露型駆逐艦の力、侮れないでしょ。誰が来るかな。うん、しゃあない。はい、では第二ゲージのためにいろいろギミックを解いていこうと思います。これはいいものですね。はい、それでは、まず第一ゲージここまでになります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。